それでは大変お待たせいたしました。定刻になりましたので、ただいまから7月定例記者会見を行います。本日の市からの話題は、1番目、唐津市鳴門部屋総合交流宣言を締結します。スポーツ振興課。2、唐津ライフデザインミッション、都市圏女性を魅了せよ、出会い応援室。3、豪華出演者、肥前名古屋城滝技能開催、鎮西市民センター産業教育課。4、ふるさと納税、新たなサイトを始めます。唐津ブランドふるさと寄付推進室。以上の4点でございます。会見時間は1時間を予定しております。ご協力よろしくお願いいたします。それでは市長から説明をお願いします。皆さん、おはようございます。7月の定例記者会見を開始させていただきます。皆様におかれましては、大変お忙しい中ですね、お集まりいただきましてありがとうございます。それでは先ほど、事務局より、報告いたしましたように、本日は4点の、報告をさせていただきます。まず1点目でございますが、唐津市と、鳴門部屋様との、総合交流宣言を、締結しますということでございまして、8月の8日の、木曜日でございますが、12時30分から、秘書課の応接室におきまして、大相撲の、鳴門部屋様と、総合交流宣言を締結をいたします。鳴門部屋との、交流は、鳴門親方が、平成29年の九州場所の際に、宿舎候補地として、浜玉町を、見始めていただいたことから始まっております。平成29年から2年連続で、浜玉町に、宿舎を構えていただきまして、唐津滞在中は、公開稽古や、福祉施設の慰問などを、企画をされ、市内市内外の、大相撲ファンの方々に、大変、喜んでいただいたところでございます。また、鳴門親方は、地域への、貢献意識が非常に、高く、地元力士との、合同練習や、鳴門杯少年相撲大会を立ち上げられるなど、競技力の向上はもとより、青少年の健全育成にも多大なるご尽力をいただいているところでございます。このようなことから、市と鳴門部屋様と、国技であります相撲を通じて多方面にわたる交流を行わせていただき、お互いの発展のために協力連携し取り組むことを確認をいたしまして、今回総合交流宣言を締結することになりました。総合交流宣言の目的といたしましては、まず1点目が青少年の健全育成や競技力の向上でございます。そして2点目に交流人口の拡大による経済効果、また3点目でございますが、情報発信によります市のイメージアップなどで唐津市の活性化にも貢献できるものと考えているところでございます。交流宣言の締結後の計画といたしましては、九州場所期間中の応援として3年連続で宿舎の受け入れ、そして第2回になりますが鳴門杯少年相撲大会の開催の支援、そして九州鳴門部屋の積極的な広報 PR、そして稽古場所の確保協力など、これまでと大きく変わるものではございませんが、交流宣言締結を公に向けて発信することによりまして、市民の皆様のご理解やご協力、そして応援機運の醸成が図られ、よりスムーズな交流事業の展開が可能になるものと考えているところでございます。なお、日本相撲協会に属をされております、相撲部屋と、自治体が、総合交流を目的に交流宣言の締結を行うのは、全国で初めてでございます。今回の交流宣言を締結することによりまして、スポーツ都市唐津を大きく PR できるとともに、来年の東京オリンピック・パラリンピック、また4年後の佐賀国民スポーツ大会、全国障害者スポーツ大会が控えております中で、スポーツへの期待が高まる中、唐津市のより一層のスポーツ振興に寄与できるものと考えているところでございます。
これが異常1点目でございます。で、2点目の唐津ライフデザインミッション、都市圏女子を魅了せよということでございますが、このことに関しまして説明をいたします。このことは唐津市主催、市主催の婚活イベントとしては初めての取り組みでございます。イベント名は唐津ライフデザインミッション、都市圏女子を魅了せよと題させていただきまして、市在住の独身の男性向けの婚活プログラムとしているところでございます。経緯と目的でございますが、市の人口減少の要因の一つとなっております少子化また晩婚化への取り組みを推進するために、昨年8月の機構改革によりまして未来創生部の中に出会い応援室を設置したところでございます。で、今回は婚活イベントといいましても移住と婚活を一体的に実施するものでございまして、都市圏女性に唐津や唐津に住む男性の魅力を発信をすることによりまして移住婚を目指すものでございます。よって市在住の独身の男性の方々には都市圏女性を魅了するミッションという形式で開催することといたしました。またライフデザインを取り入れました直前マッチングを考えております。このライフデザインとは人生の大きなライフイベントややりたくてもなかなかできなかったこと、また将来実現させたい夢や目標をいつどのような形で実現させていくのかを積極的に計画をする人生設計のことを言いまして、各自のライフデザインによるマッチングによりまして成婚率の向上、ひいては移住婚を目指すものでございます。事前のセミナーといたしましては、この本ミッションは8月3日の事前セミナーを皮切りに各種プログラムを実施いたしますが、まず8月3日の事前セミナーの概要を説明いたします。日時は8月の3日土曜日、13時から16時でございます。場所は高齢者ふれあい会館リフレの中にあります研修室で行う予定でございます。内容は先ほど説明いたしましたライフデザイン講座のほか、本ミッションのガイダンス、また首都圏女性の心をつかむためのワークショップを計画をいたしております。対象者は市で唐津市内に在住の独身男性で20歳から40歳くらいとしております。ちなみに参加費は無料でございます。今後の流れといたしましては事前セミナー以後のスケジュールを説明いたします。事前セミナー後はライフデザイン講座の考えを基本とした参加者のプロフィール作成を専門家の方と一緒に行います。プロフィール等の作成後は都市圏女性との事前マッチングを行うとともに、唐津市や唐津市男性の魅力を存分に PR するイベントを東京の青山で計画をいたしております。ここでは将来的な住まいとなりうるこの唐津が実際にどんな場所なのかということを知ってもらうためのイベントと位置づけをしておりまして、市の特産品の軽食タイムを挟みながら唐津市の魅力をお伝えするほか、男性の方々のプロフィール動画、また移住者の紹介、そして最後に私からのビデオメッセージも紹介できればと思っているところでございます。最後にこの事前マッチングによりまして、お互い気になる男女同士で交流イベントに参加をしていただくことといたしております。このように一連の流れで本ミッションを計画しておりますので、まずは8月3日のセミナーに多くの人たちがご参加をいただければと思っているところでございます。以上で唐津ライフデザインミッションについてのご説明を終わらせていただきます。続きまして3点目の肥前名古屋城の滝技能の開催についてでございますが、3年に1度名古屋鎮西町の名古屋城で開催をされております滝技能が悠久の時を超える桃山文化のにぎわいをテーマに今年の10月5日の土曜日に開催されます。
令和初の開催となります本事業もこの度で17回目の開催となります。前回までは名古屋城の本丸跡で開催をされておりましたが、今回は二の丸跡で開催をされますので、肥前名古屋城滝火野と題しての開催でございます。主催は鎮西町の有志によります唐津市名古屋城市滝火野実行委員会様でございます。毎回名だたる能楽師の方々にお見えいただいておりますが、今回も能には人間国宝の大月文蔵氏をはじめ、狂言におきましては映画やテレビ等でご活躍の野村萬斎氏などの出演が決定しているようでございますので、例年以上の来場者を期待されておりいるところでございます。また演目は反応花形見、そして狂言の棒縛り、そして能の八期の3演目となっておりまして、午後2時30分の会場で午後4時開演の予定でございます。座席につきましては特別席といたしまして末席を一区画4万円で16席、また A 指定席は8000円で130席、そして B 指定席は7000円で110席、そして一般席は4000円で700席を販売予定でございまして、合計いたしまして来場者は1000人が目標とのことでございます。なお席数につきましてはですね、若干の増減があるということでお聞きいたしております。なお入場券の販売はインターネットや観光協会等での窓口販売や電話やメール等で8月上旬の販売開始を予定されております。また当日は鎮西町や地元唐津の特産品販売やお茶の野立コーナーも設けられますので、この機会に歴史ロマンに浸りながら名古屋城散策などを楽しんでいただければと思っているところでございます。なお会場へのアクセス手段といたしましては、名古屋へのバスの本数が大変少のございますので、唐津駅南口から会場までの無料のシャトルバスを運行される予定でございます。また車でお越しの場合も鎮西町の町内の会場からですね、臨時駐車場から比較的遠い駐車場からはシャトルバスを運行される計画であると聞いております。なおですね、雨天の場合は鎮西町のスポーツセンターでの開催となりますが、この日はですね、ぜひとも当時の好天を期待しているところでございます。以上が滝火野についてでございます。続きまして4点目の、楽天ふるさと納税に似ての、ご寄付をですね、ご寄付の受付を開始をしますということでございます。唐津市は現在ふるさと納税ポータルサイトといたしまして、里ふる様、そしてまたふるさとチョイス様の、2つのサイトにおいて今寄付を受け付けさせていただいておりますが、この度第3のポータルサイト楽天ふるさと納税にて寄付の受付を開始する運びとなりましたので、ご報告いたしさせていただきます。この楽天ふるさと納税は楽天株式会社様が平成27年の7月に開設をされましたふるさと納税に特化したポータルサイトでございまして、先週末の時点で参加自治体数は674自治体でございます。でこの楽天ふるさと納税は既存のふるさと納税ポータルサイトよりもページの自由度が格段に高いため、返礼品ができるまでのストーリーや生産者様の思いを伝えられ、広く全国に唐津産品の価値をアピールすることが可能でございます。唐津市といたしましては、既存のサイトとの差別化を図りまして、市の地域資源や生産者にスポットを当てたページ作りを随時展開をいたしまして、ジャンルごとの返礼品特集ページなども企画する予定でございます。開設日は8月1日の木曜日を予定しております。
お盆休み直前に新県取り自治体として紹介をいただけるため、相当数のですね、ページビューが期待できるのではなかろうかと考えているところでございます。なお、開設当初の返礼品の提供の事業者数は31社様でございまして、返礼の品数は290品を予定しておりますが、現在も続々とエントリーをいただいている状況でございますので、事業者数と返礼の品数ともに順次拡大をしていく予定でございます。唐津市では、このいただいたご寄付金を青少年の健全育成に資する事業をはじめとする複数の事業に有効活用させていただき、いただいておりますので、記者の皆様におかれましては、その点も併せて広くご周知をいただければというふうにお願いを申し上げる次第でございます。以上が市の方からの4点でございます。はい、以上です、はい。ありがとうございました。以上で市からの説明を終わります。記者の皆様からただいまの説明についてご質問はないでしょうか。ございませんか。じゃあすみません、ちょっと鳴門部屋のことで事務局の方にお尋ねしたいんですが、平成30年に第1回鳴門杯少年相撲大会が開催されたそうですが、10月28日、浜玉町のどこで開かれて何人ぐらい参加されたかわかりますか。第1回鳴門杯少年相撲大会の開催については、まあ、会場は唐津市の文化体育館の、体育の森公園の相撲場で開催いたしまして、参加人数は、県内の小中学生122人の参加がございました。以上です。たまたまではなかったんですね。そうです、はい。ただの、体育の森の、の道場で、道場というか相撲場で開催をいたしまして、よくJC さんが行われている、わんぱく相撲の大会とかも行きますが、神崎市だっけ、市外からのですね、参加者の方も多くて大変人が多いなというふうに印象を持っております。はい。やはり鳴門部屋様のお力かなというようなところもですね、私なりに思ったところでございます。唐津デザインミッションのことをお聞きしたいんですけども、まあ、こういう婚活イベントってなんか例えば離島とかですね、田舎の町とかやることが多かったんですけど、唐津市がこれをやる理由っていうのを教えてほしいんですか。唐津市ぐらいの大きなところでやるのちょっと珍しいのかなという、まあ、それは私のあれですけども、考えもするんですけど、唐津市が、まあ、例えばそのこの人口減少が、大きいとかですね、その男性の、その成婚が遅れてるとか、まあ、若い人が流出するとか、まあ、どういう事情があってこういう婚活イベントをやろうとしているのかというのをちょっと背景を教えてほしいです。最近はですね、確かに人口減少の問題は大変喫緊の課題として私たちも捉えておりまして、その中でですね、やはり少子化、そして晩婚化ということで先ほど説明いたしましたけど、唐津市のデータを言いますとですね、その、男性の方の初婚年齢というんですか、それが 29.4 歳でございまして、女性の方は28歳の年齢なんですね。これは10年前といたしますと、やはり、約2歳ぐらいで、女性におきましては3歳ぐらいですね、これはやっぱりちょっと晩婚化が、
まあ、これは進んでいるという言葉が適当かどうか分かりませんが、そのような状況でございまして、大変まあ、私からすればですね、魅力ある男性、また魅力ある女性も多いんですが、やはりその出会いがですね、やはりなかなかないのかなと、出会いの場というんですか、ですからそれをぜひですね、唐津市といたしましても、そういったことを、まあ、出会い応援室を、昨年の8月ですね、気候学に設置させていただきまして、その出会い応援室が今回、ですね、実はいろいろデザインをしていただける先生なんですが、この方が、高田浩太さんというおっしゃる方で、株式会社エルモの、代表取締役でございまして、この方が実績といたしまして20万組以上のですね、カップル誕生に、寄与されておりまして、全国30都道府県以上の自治体で、少子化対策を中心とした、地方創生事業にも、携わられておられまして、この方の口癖は結婚はゴールでなくスタートであるんだというですね、そのような方たちに、その方にですね、おいでいただいて、先ほど説明いたしましたように、まずは唐津の男性群が、なんですか、そういった魅力あるですね、男性としてですね、都市圏というのはもちろん福岡あるいは東京都という形になるわけでございますけど、そういった、方たちとですね、出会いを創設して、ぜひ、先ほど言いましたような移住婚にですね、つながればという思いでございます。はい、福岡だとまだ近い気がするんですけど、東京と結びつけるっていうのはかなり距離的にも経費的にも結構かかるんじゃないかなと思って、その辺はどういうふうに。それはマッチングのね、あとはいろんなそのあるかと思いますが、とりあえずは出会いをですね、するにあたっては、出会いを創設するにあたっては、この高田先生の、まあ、ご提案といいますかいうことをですね、こういろいろ参考にさせていただきまして、先ほど説明いたしました過去の実績、20万組以上のカップルを誕生させられたということに対してですね、私たちも、ちょっと今回やってみたいという思いでございます。何が特徴なんですかね、この高田さんがそれだけいっぱい成立させているというか、件数を生み出しているというか、ちょっと担当の方よくないですか、阿部長お願いします。未来創生部長の麻生でございます。今回の婚活の特色といたしまして、やはり事前セミナーをやって、男性のプロフィール等を作って、それを紹介するという形の、婚活でございます。今までは、1回の出会いをもって、カップルを作るというふうな手法で、民間の方に、補助金を流してやっておりましたけれども、やはりミスマッチが非常に多く発生しているということで、今回については、事前にきちっとした身元証明といいますか、自分をきちっと見せるというのをセミナーをやって、それを、都市圏の女性に PR するという方法を取っていますので、ミスマッチというのがかなり少なくなってくるんじゃないか、それによって、性婚が増えてくるのではないかというふうに考えております。予算的にはどれくらい考えてますか。当初予算で、316万円程度です。どんな中身になるんですかね。これにつきましては、316万の中身といたしましては、委託料をですね、この高田浩太先生代表取締役になっているわけですけど、そこの会社がエルモという会社になっております。そこの委託料として予算を組んでいるところでございます。で、今後一連の流れで婚活イベントをやったりですね、
そこら辺の授業を1年かけてやっていこうかと考えているところでございます。委託料が315万円で、これからのあとやっていくっていうのはまた別にお金が発生する。もうこれは一括して当初で契約をいたしております。はい、そうですよ。対象者は何人ぐらいですか？対象につきましては、今回のセミナー参加者には30名程度参加いただけたらと思っております。セミナーの参加者っていうのは唐津に住んでる男性が対象になるんですか？そうです。唐津に住んでる20代から40代までの男性です。そのもう8月1日締め切りだと時間も余めないんですけど、もう集まってきてるんじゃないですか？募集に関しましては、各種団体ですね、唐津市にある農協青年部であったり、唐津商工会の青年部であったり、そこら辺の団体には一応通知という形でお願いはしております。じゃあその8月3日にセミナーがあるわけですね。現時点でどれくらい来ていらっしゃるんですか？現時点ではまだ募集が合っていないという状況でございます。もう来週の応募が合っていないということ。はい、応募者がいないということ。あ、現在のところまだ合っておりません。応募者がいなくて、まあそんなことないんでしょうけども、そのセミナーの日を迎えて講師とかいろいろ来られたけれども、ほとんど参加者がいなかったっていう場合も、予算的には316万円というのは変わらないんでしょうかね？おそらくそれは変わらないかと思いますけど、今のところですね、一応農協の青年部の方なんかにはちょっと参加してみたいという声等もありますので、そこら辺を期待しているところでございます。まあなんとかして30名程度は集める努力はいたしていきたいと考えているところでございます。これまで市がやった婚活的なものっていうのは過去にあるんでしたっけ？市の主催で、婚活をやったことはございません。民間団体に、補助金を流して、婚活を、行っていただいているという状況です。それで その成果というのはどの程度出ているのか？一概に何組、成婚したっていうデータについては出ておりませんけれども、やはりそう意見として出ているのが、やっぱりミスマッチが結構あったというふうな情報はいただいております。ミスマッチってどんなケースがあるの？まあ最終的には離婚につながるんですけども、性格が合わなかったとかですね。あ、そういうケース、はい、そうです。今回都市圏女性と市在住の男性というのなんですけど、市在住の女性は、私たちはって思うかもしれないと思うんですけど、そこに関してのこう別のなんか機会というのは考えますか？はい、今回、唐津市在住の20代から40代の男性に限定しておりますけれども、その以外につきましてはですね、現在県の方で行われてますマッチング事業、佐賀出会いサポートセンターのマッチング事業、これはすべての年代、男性女性問わずにですね、応募できますので、ここで、対応をいたしている状況でございます。こう新たにこう女性向けのこういった別のところっていうのはまだ今のところない？本年度についてはございません。で今回の、ミッションが成功すればですね、
いろんな手法で、まあ、女性を対象にしたり、違う年代を対象にしたりですね、は可能だというふうに考えております。すみません、よくわからない、どこが画期的なんですかね。その魅力的なプロフィールを作るっていうことが画期なんですかね。あと流れとしてはなんか他のこういう婚活イベントとなんかね変わんないような気がするんですけど、すみません、どこが画期的かということのご質問でございますが、ですね、今まではその場でもうカップルが成立したりする授業でございましたけど、もうそれでですね、今までだったら事前にお互いがどんな相手が参加するのかわからないまま参加したりですね、ツアー慣れしている女性なんかもいたりして、ツアーに参加しても全く相手にされない参加者等が出てきてしまったり、ツアーでカップルになってもその後発展しないという状況でございました。それで今回につきましてはそのようなものを踏まえまして、事前にもうマッチングして、もうある程度のカップルを作っておいて、唐津の方で来ていただいて、そのイベントを開催すると、婚活イベントを開催するというところが画期的なところとなっているという状況でございます。11月のイベントっていうのはどんな内容になるんでしょうか。まだ計画段階でございますけど、一泊二日で行う予定にしておりまして、観光ツアーというより唐津での生活できるイベントを思い立てるようなちょっとイベントにしたいということにとしております。まだ実際の内容としてはまだ中身は練っておりませんので。すみません、ふるさと納税ですけど、里ふるふるさとチョイスに続くというふうにやって、今度の新しい楽天納税の方は事業者数31社、返礼品数299品目とあるんですけど、里ふるふるさとチョイスの方の状況はどうなんでしょうかね。状況、大丈夫、お願いします。経済観光部長の安田です。里ふるにつきましては今のところ657品目からふるさとチョイスは383、今回の楽天299を合わせますと現在1339の品数を今からしは扱っているという状況でございます。私は当然 WD があるわけですね。確かにそれぞれのサイトごとに申請を上げて、今総務大臣に逐次、申請をして認められたものないと自腹産品として扱っていただけませんので、当然サイトごとに単価なり内容が変われば、手続きを行ってますので、そういうダブリもございます。ちなみに、サトフルの657は県下でも一番多い品数を誇っておりますので、この伸びを他のサイト上でもいけば、3つのサイトで県下の中でも一番品数を揃えたふるさと納税の品目を目指して今後とも頑張っていきたいというふうには考えております。滝木農家の方も全然質問出ませんけど、今までこ
ここだったんですかね、今までここか、本丸の、この一番高いところでございました。でそれをですね、今まではなんか駐車場に使えたところですかね、この二の丸、ちょっと下の段なんですが、そちらの方にですね、舞台をちょっとこう石垣があるんですけどをバックにして舞台を作らせていただいて、ここで行わせていただくということでございます。ですね、はい、ありがとうございました。それでは市からの話題以外で記者の皆様からご質問があればお願いいたします。そしたら松原での、事故がありまして、規制が、解除されるということですけど、今後、あくまで暫定措置というふうに伺ってまして、そして、これからその、伐採というか、松原の在り方について、市長ご自身の考え方をちょっと聞かせて願いたいですけど、まずはその20日のですね、深夜に、の事故によりまして、小学校5年生という大変若い男性の男児がですね、尊い命をなくされたということは誠に残念に思っております。謹んで哀悼の意を哀悼の誠を捧げますとともに、中心よりご冥福をお祈りするところでございます。また、ご遺族の皆様におかれましてもですね、中心よりお見舞いを申し上げる次第でございます。本当は残念に思っております。今回、そのような形で特に危険性の高いところをですね、今こう伐採がされておりますが、やはり私たちが、市民の皆様と一緒にこの400年間、守り続けてきた、この特別名勝の虹の松原でございます。これをやはり私たちは今を生きらせていただいているものとしてしっかりと後世につなげていかなければならない役目を持っているというふうにも思っております。いろいろ今調査をされているような状況でございますが、私たちといたしましては今後もですね、しっかりと保存に向けた努力を努めてまいりたい、市民の方々と一緒になって努めてまいりたいというふうに考えている中で、今回いろいろ伐採の本数等々も聞いてはおりますが、やはりしっかりとそのような虹の松原の保存対策協議会とか、いろんな地元の方々、そしてそこで営みを行われている方々と一緒になってですね、しっかりと情報を共有した形で今後の保存活動につなげていきたいと考えているところでございます。県道でですね、かなりその県の土木事務所としてはかなりその松が道の上に覆うようになっているので、なるべく多くの本数を切りたいという意向があると思うんですけど、今先ほど市長も触れたようにその一方で文化財というところで大切な使命を守ってきたというところなんですけど、その両立をですね、市の方が文化財の保護を担う役目をしていると思うんですけども、その市としてその辺のことの安全と松原の保護の両立というのはどういうふうに考えていらっしゃるんでしょうか。もうおっしゃった通りでございまして、やはり営林署の、営林署って言わないんですよね、森林管理署の方々が
やはり松の樹勢等々のことはよくご存知でございますので、やはりそういったふうなアドバイスをいただきながら、そしてまた安全対策がを図れるような形をですね、取っていかなければならないというふうには思っておりますが、やはり先ほど言いましたような、今まで保存活動をいただいた方々、そして、市民の方々、そして、そこで営みをなされている方々と一緒になってですね、情報を共有しながら、しっかりと今後の対応は努めてまいりたい。ただ、あそこをもしお通りになられる方にもですね、ぜひ今後は、しっかりとご協力をいただけるような体制をですね、作っていかなければならないというふうに思っているところでございます。はい、どうぞ。事故が起きた道路が、土木事務所、県の土木事務所の管理だと思うんですけど、なんか知事、山口知事から何かこのコメントに関して、市長の方になんかコメントとか受け止めというのは何かあったんでしょうか。昨日、知事さんとお会いをいたしまして、お話をさせていただきまして、やはりまずは緊急対策を取りたいと、そして今後はですね、開通をさせていただきながら、安全対策をしっかりと取っていきたいという思いを、申されました。で、私たちも、あくまでも文化財という、立ち位置を持っておりますので、そういったところを踏まえてですね、そして先ほど言いましたような方々、地域の方々と、しっかり、話し合いをさせていただきながら、対応していきたいということで、お互い、共通認識を持ったところでございます。唐津の宝でございますんでね、はい、引いて言えば世界の宝かとも私は思っております。はい、唐津の宝というか、例えばですよ、市長の中でその、今道路も通ってるんでしょうけど、例えば将来的なそのもう道路を挟んでもう完全に公園化したいとか、逆に道路を拡幅したいとか、なんかそういうお考えとかなんかありますかね。今ですね、大変あれは、通行止めしていることによりまして、市民の方々にも大変交通渋滞とかいうことでですね、大変ご迷惑をかけておりますので、今後のそういった先ほどおっしゃったね、質問された、のことに対しましてはですね、やはり県の方とももうちょっとしっかりと、なんていうんですか、議論調整をしなければならないのかなというふうに思っています。本日の定例記者会見を終了させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。